きでるがまるで宝石なんてセリフでいざなくり自分話しながら自分の未来を見抜きにするのか明日になったらやろうかなそれで逃げるだなんてなんて負けが見えてたって向かってがむしゃらに挑もう今が大事後ろ向いてたら時間が過ぎちゃうの恥じこけな不安な聞こむような大きな声で聞かせて雨に泣いて道を作るより行きたいと思います。出る方一緒にお願いします。ミスカラのリーダー。はーい。元気リンリン、キリンリン。みんなにパワー注入。ミスカラのビタミン C キリンこと佐々木リンです。よろしくお願いします。イエーイ。次はミクッチ。はーい。魔法の言葉。ミクミクキララ、ミクキララ。あなたを幸せの魔法にかけます。ミスカラの魔法使い北島みくねです。よろしくお願いします。イエーイ。
はい、ということでみんな気づいてないと思うんですけどね、リンのね服装が違いますね。はい、忘れました、お家に。忘れました、ごめんなさい。でも同じように見えるよね、全然同じ同じ、うん、全然同じ。いや、これ着てきてよかったなと思って、なんかさ変なチェックのさワンピースが着てきたら終わってたよねと思って。何もないよ。はい、申し訳ございません、謝罪を先に。すいませんでした。はい、ということで今日はね、札幌ファクトリー、お仕事帰りとか休みの人とか仕事ない人とか学校帰りの人とか、はい、皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。これからたくさん歌ってきますので、皆さんどうか最後までお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは次2曲続けて聴いてもらいたいと思います。この曲から聴いてください。スノーマンパレード。雪の舞う一人と
のニューワールドに曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでミスクラットはねファクトリーに結構出させていただいてるんですけれども、何回目だろうね、もう数えきれないぐらい、5回目ぐらいですか数えてないんだけどあのね、いつもね来るたびね、ここのねクレープ屋さんのねクレープが300円なの、すごくない？すごいよね。すごくないですかあのファクトリーさん、あれなのかな、うちらに合わせて 300円の時ミスカラット呼んでくれてるのかな。あ、そういうことなんですかね。ちょっといつもですよね、うん、ミスカラットのファンの皆さん、いつもだよね、そうだよね。ということで今日も皆さんクレープ食べましょう。食べましょう。チッチさんはねこう見えてねイチゴが嫌いなのでね。あ、そうですね、イチゴ食べれないんですよ。びっくりしたしょこれで知れた、みんなも。そうだから差し入れはねイチゴじゃないやつお願いします。お願いします、はい、そんな感じで、ね、みんなねいつもね来てくれてるお宅の皆さんはね声出したくて騒ぎたくてグズグズしてると思うんですけど、本当そうね、絶対ダメだからね。絶対ダメだ よなんかね手拍子とかなんだろう一緒に踊ったりとか、うん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 、騒ぎにならないように一緒に楽しんでくれたらなと思いますはい、それでは次ね、はい、2曲続けて聴いてもらいたいと思います。この曲から聴いてください。真夜中のヒーロー。
あなたと二人
ありがとうございます。はい、真夜中のヒーローとフォールイントゥザサマーという曲2曲続けて聴いていただきました。はい、ここで告知をさせてもらいたいと思います。みくちからお願いします。はい、私たちミスカラーとですね、毎週月曜日ミスカラカフェというものを16時から22時でスズキノの方にあるね、はい、HBN ビルっていうところでやってます。はい、私服ノートさん分かんないかもしれないけど、はい、ググってきてください。ぜひググって毎週やってるので、よかったら遊びに来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。なんかそれとかね、いろいろね、土日もね、いろいろ活動してますの、はい、なのでねそれなどのね、活動を書いてるね、ホームページがあるので、皆さんよかったらミスカラットの公式ホームページ、あとおのおののブログ、ブログやってないね最近ツイッターなどチェックしてくれたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。すごいね、観光客の方もね、いっぱいね、あ、もういないわ、もういないいなくなっちゃったけど、ジャパニーズアイドルって言ったんだけどいなくなっちゃった。すごいね、観光客やっぱ多いからね、みんな見てってください。よろしくお願いします。英語でなんて言うんだろうね、わかんないやあと1曲最後聴いてもらいたいと思います。それでは最後も皆さん最後まで楽しんでいってください。フルスイングだ。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではこの後物販交流会があります。チェキとかね取れたり CD とかグッズも販売してますので、少しでも気になってくださった方は遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは以上ミスカラットでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではミスカラ撤収。はい、バイバーイ。バイバーイ。